ははいこんにちは大竹雄二ですえ今日は数字プラス円1円とか2円、ね、この円について、えー、やっていきたいと思いますまずお聞きください1円2円3円4円5円6円7円8円9円10円11円12円13円 14円、15円、16円、17円、18円、19円、20円。はいということで、えー、この中で1円、3円、アクセント二2つありまして、1円、3円、1円、3円ね、ねそれから2円も2円、2円ね、ねあと2円なんていう言い方もありますよね、それから4円と4円。 円円と7円こういうのもありますけれどもね、一番難しいのはやっぱり14、15あたりですね、まあ、4円と4円ってありますから、14円、14円、この二通りがあるわけです、でよーく聞いてみると、14円と14円、アクセントがちょっとだけ違うんですよね。 それから15円ね15円とか言っちゃう人もいるんですけども15円ですねそして17円、17円あまり言わないですね、17円の方がね19円も言わないですね、19円これは言いますよねですから、この円についてはですね本当にアクセントって難しいので何度も何度も繰り返し これを聞いて、えー、自分のものにしてもらいたいというふうに思います今日はちょっと難しかったんですけれどもね数字プラス円についてご紹介しました